はいどうもこんにちは。今回はプリディチェフエポキシカ反応について解説をしていきます。次の反応の主生生物と反応機構を示せという問題ですね。それでは解説をしていきましょう。この反応の重要なポイントは、あるンに酸素を導入してエポキシカするという反応で、この酸化には加酸を用います。この加酸というのはもっぱら MCPBA、メタクロロカーン速抗酸を用います。MCPBA といえば有名なバイアビリガー酸化に登場します。バイアビリガー酸化は非常に重要な反応なので、まだ見ていない方は動画の概要欄、もしくは右上のビックリマークから飛んで見てみてください。この MCPBA っていうのはここにも書いてあるこの真ん中の化合物で。メタイにクロロがついて た安息の酸酸のの素が1個多いいでで加という状態ですメタクロロパーベンズイッアシッドの略ですね。で、これを用いてエポキシカするというのが今回の反応です。で、このエポキシカの過程は競争反応で進行するんですけど、競争反応についてはこちらのシモンズ・スミス反応の動画で詳しく紹介しています。実は今回の動画の出発物はこのシモンズ・スミス反応と同じ化合物を用いていますので、比較も兼ねてぜひこちらの動画もご覧ください。では実際にプリリチェフエポキシカの反応機構を見ていきましょう。一般式はこんな風になります。この二重結合の部分にこのピンクの酸素 が導入されてこのよううにエポキシととなるという反応ですこの反応はさっきも言った通り競争反応なので、反応機構の矢印みたいなものはありません。でこの加算っていうのは、このように酸素の部分が、こっち側のカルボニル酸素と水素結合の相互作用をして、このように誤飲管を作っています。 これとこれですね。この OH の H がこの酸素と水素結合をしているという形です、普通のカルボン酸だとここが H なので、このような相互作用というのは作れないですよね。ちなみにこのベンゼン管の部分っていうのは反応そのものには関係しないので、このように AR というふうに略しておきます。これはアレーン、つまりベンゼン管という意味の略称で、これアルゴンとは違います。pH はフェニル基つまり何もついていないベンゼン管にしか使えないので、このようにクロロがついている場合はアレーンという略称を使ってください。 で、この OH の O の部分っていうのがアルケンの部分に近づいていって、このような繊維状態を経て CO の結合が2本できます。で、MCPP っていうのはただのメタクロロアンソク酸、つまりカルボン酸になります。で、こっち側は CO 結合が2本できたことでエポキシができて、この反応は終了ですね。では実際にこちらの反応について見ていきましょう。出発物はシクロペンタノールの1つがアルケンになったような状態ですね。 まずこの二重結合の部分に加算の酸素が近づいていってこのように競争的に結合が組み替わってカルボン酸が脱離してこのようにエポキシができますこのエポキシの部分はアルコールと同じ方向に生成するというふうに書いているんですけども実はこれちょっと応用になりますこれはシモンズ・スミス反応の動画を見ている人はなんとなく予想できたと思いますアルコールの場合っていうのはこのアルコールのプロトンとこの加算の酸素の間で水素結合の相互作用するのでアルコールと同じ側から近づいていくことになりますちなみにシモンズ・スミス反応ではこのようにアルコールの酸素と亜�が入 結合するという話だったんですけど、今回のプリリチェフエポキシカの場合は、アルコールの酸素ではなく、プロトンとこ,のこちらの加算の酸素との水素結合による相互作用になります。同じようにアルコールが相互作用するといっても少し違いがあるわけなんですけども、とにかくアルコールの場合は相互作用によって同じ側にエポキシができるということです。このプリリチェフエポキシカにおけるアルコールの深配構成のことを変別素則というんですけども、この性質は特に天然物なんかの構成を行う際にめちゃめちゃ使われているみたいです。ただこれは下積み反応にも言えることなんですけども、今回は感情だったのでアルコールと同じ側です。 側にただ例えば直線のものなんかは頭の中でどのように骨格が曲がって水素結合ができるかっていうのを考えないといつも必ず同じ側にできるっていうふうに覚えてしまうとちょっと早とちりになってしまいます。というのも例えば例を挙げるならこんな化合物があるとするじゃないですかでこれにあアルコールがあるから同じ側にしかできないんだっていうふうに言ってしまうと。 って、これしかできませんって言っても本当にそうかっていう感じじゃないですか。この辺の鎖の部分なんていくらでもぐニゃグにゃになるわけだし、そもそもこんだけ離れていったら水素結合の相互作用なんてあるのかよみたいな話になってくるので、必ずアルコールと同じ方向につくると簡単に覚えてしまうのはちょっと危険かもしれません。とはいえ、まあ、そこまで難しい化合物とていうか、う議論の余地があるような化合物っていうのをわざわざ試験に出したりはしないので、まあ、5因ンとか6因ンぐらいだったら水素結合の影響で酸素と同じ方向に出るよと頭に入れておけばいいと思います。もちろんこの部分がこういうふうに立体を書いてない場合は、シクロプロパンの部分も立体を書かなくて大丈夫だと思います。 ということで、この反応はこのような生成物を与えるということになります。ちなみに、この部分がアルコールじゃない場合っていうのは、例えばこのように普通にメチルキがついているだけとか、このようにアルコールが保護されている場合なんかっていうのは、MCBBA が近づくときに立体障害が少ない反対側からの生成物が主生成物になります。この話っていうのは、まあ、ベンゼン管とかあって、MCBB はでかいんで、まあ、そりゃそうだよねっていう感じですよね。こういうふうにこのメチルキだったり、トシラートだったりの反対側から近づいていくって感じです。このプリリツエフエポキシカって別に難しい反応ではないですよね。反応機構も特にあるわけではないし、ただ二重結合の部分 ここのよよううににエポキシに変わるよっていいいとだけけ覚えておけばいい反応じゃないですかなので僕の感覚としてはこんな感じでアルコールを含ませることでこの水素結合を考えられますかっていう問題が出ることが多い気がしますただまあ普通に何の変哲もないっていうか立体とかは全然ない反応っていうのも普通にありますでもこの水素結合を考えられるかどうかでは運命の差だと思うのでぜひこれを機に覚えるようにしてくださいはいというわけで今回の動画はおしまいですご視聴ありがとうございました今回の動画少しでも良かったと思われた方はチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いしますご指摘リクエスト等ありましたらコメントしてください Twitter を始めてみたのでよかったら フォローよろしくお願いします。少しでも皆様のお勉強の役に立てば幸いです。それでは、バイバイ。